イレーヌ・ジャコブは、フランス出身の女優。同国を代表する女優の一人で、スイスにも、地盤を置いて活動している。カンヌ国際映画祭女優賞受賞などの実績があり、日本の映画や舞台にも出演した。1966年7月15日、フランスシュレンヌで生まれた。父親は、物理学者のモーリス・ジェイコブ。母親は、心理学者。兄が三人おり、 そのうちの一人フランシスはミュージシャン、二人は科学者である。三歳の時にスイスのフランス語圏都市ジュネーブに引っ越し、ドーチやロンドン、パリの国立高等芸術演劇学校などで教育を受けた。1987年、ルイマル監督のさよなら子供たちで映画デビュー。1989年にはジャック・リベット監督の彼女たちの舞台に出演。 1991年、さよなら子供たちを見たクシシトフ・キエシロフスキ監督に、二人のベロニカの主演に抜擢され、同作で第44回カンヌ国際映画祭で女優賞を受賞。1994年、トリコロール、赤の愛で再びキエシロフスキ監督の作品に出演。翌1995年には、ミケランジェロ・アントニオーニ監督の愛の巡り合いに出演。 2008年、テオ・アンゲロプロス監督の遺作となったエレニの帰郷で主人公エレニを演じた。2014年、第1回京都国際映画祭で、モストリスペクト・イン・パリ賞を受賞。同年、日本の舞台、変身に客演し、翌2015年には映画、さようならにも友情出演した。ありがとうございます。